はい、釣り中、今回はですね、お店担保ということでですね、今日はですね、東京の名店中の名店、それからプロショップの始祖ともいえるですね、バスメーターさんに、お邪魔します。ということでですね、早速突撃してみましょう。どうぞ。これね、バスメイトさんって多分ね、創業がおそらく30、40年近いんじゃないですかね。さっきまでシーバスガイドの仕事で、ガイドしてもらってたんですけども、なんかそんなこと言ってましたね。もっとシーバスガイドの方はお店開いてから2年後にやったって話だったんで。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。どうもどうも、失礼します。いらっしゃいませ。徳永健三さんでございます。すいません、今日はようこそ。いえいえ、本当にありがとうございます。今日はすいません、お邪魔しました。よろしくお願いします。いえいえ、そんなことです。よろしくお願いします。もう本当にね、もういろんなものがあるんで、はい、これから、えぐらせていただきたいなと思います。もうとにかくすごいんですよ。もうバス、シーバス、それからですね、オフショアの歴史が詰まったこのお店でございます。そしてですね、なんといっても IGFA のですね、世界記録をたくさん持って、たくさん持ってらっしゃる徳永さんにはですね、はい、今回はその、釣り道具とかお店のことも聞きたいんですけども、プラスですね、世界記録保持者でいらっしゃいますんで、その IGFA の登録方法とか、その辺のことをちょっとお聞きしたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、もう店内見渡す限りですね、はい、記録フィッシュの、いろんなメモリー写真がいっぱいございますけれども、はい、まずですね、僕すごく聞きたいのが、この IGFA の会員でいらっしゃって、はいはい、たくさん今記録を持ってらっしゃると思うんですけども、はいはい、一番最初にこう記録認定されたって何だったんですか。やっぱりシーバスだったんじゃないですかね。あ、なるほど。先ほどもですね、はい、シーバスのガイドを始めたのは38年ぐらい前だと思います。お店が40年、はい、来年で40周年になりますかね。それすごいですね、はいはいはい、40周年ってすごいですね、やっぱり。おかげさまで、この業界をほとんど作ってきたというか、1980年ですよね。そうですね。当時やっぱ輸入品ってやっぱでもバカ高かったですよね。そうですね。ただね、その当時もそうですけれども、その前かな、私が本当にバスフィッシング始めた当時、例えばラパラが1000円したんですよね。はいはいはい、だから今から本当に、50年前ですよ。50年前にラパーが1000円して、その後も、お店の始めた頃も1000円ちょびちょびで、いまだに同じぐらい。なるほど。そう考えると、定価は変わってないんですけど、その当時の物価で考えると、今からもう半世紀前なんで、はいはいはい、大変な、当時は高価だったはずですね。はい、だって僕もね、なんかマグサーボとか、なんか、はいはい、アブのリールが多分やっぱ3万円ぐらいだったっていう記憶があるので、はいはいはい、そうですね。そうですよね。はい、でそこはもう買ってないですもんね。それから考えると、今もね、ハイエンドモデルはすごく値段、その倍以上しますけど、うん、その釣り具自体の値段っていうのは、もう本当にここ何十年かはずっと同じぐらいで推移してるんで、そういう意味では、物価の変動に比べると安くなったのかなっていう気はしますね。はい、最初やっぱりそのバス、こういうプロショップをやられたっていうことは、はい、多分ですけど、やっぱり自分の使いたいものが欲しくてみたいな感じなんですか。そうですね、その当時にルアーショップっていうものはあったんですけど、はい、その山水さんとか、そうですね、矢口釣具店さんとか、そう、バスを専門にということで作ったようなお店はなかった、はい。そうですね、はい、いわゆるプロショップの本当原型というものが作られたんですけど、ね、はい、ただ名前としてはバスメイトという名前を名乗ったんですけれども、はい、例えば3月に芦ノ湖の解禁があって、4月5月バスっつって、はい、6月7月になってくるとシールやったりオフショアやって、はい、秋にシーバスやって、冬は缶釣りっていうこうサイクルでしたね。だからルアーに関して言うとオールラウンド、ね、そうですね、時々あれですね、はい、平政メイトだって、はい、マグロメイトになってらっしゃいますから。そうですね、ツナメイトになってらっしゃいますから、はい、ちなみに、後ろにも GT の写真飾って、はい、GT メイトもありますね、はい、GT の写真飾ってあるんですけれども、
初めて GT を釣ったというかそういう釣りに行ったっていうのが、もう今からだから34年前ですか。それって全く P ラインがない時代ですよね。ですだから クリスマスアイランドに実はうちの奥さんと新婚旅行で行ったんですけど、奥さんは釣り合宿で新婚旅行は行ってないとは言ってるんですけど、ですけれども なるほど でその当時にナイロンの16ポンド20ポンドで GT を狙って、それはなかなか厳しいですね。切れますよね。いやもう全然だから15キロぐらいまで上がったんですけれども、1日午前午後で釣りしてて1日60発出て30発ヒットさせて15本取るみたいなのを1週間続けたんですよ。なるほど。そのルアーが足りないんじゃないですか。でもその当時ギブスのルアーが一番重くてポラリスだったんですけど 80g が一番でかかったかな。ははははだからもう、タックルで考えると今のシーラタックルですよ。今のシーラタックル で GT 取るんですよね。そう30年以上、まあ、だから35年前にその当時のクリスマスアイランドですか。もうでかいのがバンバン食ってるんですけど、でもでかいのがどれだけでかいか分かんないブツブツ切られてるっていう世界でしたね、はいはい、なるほどね、まあ、そこからスタートしてるんで、まあ、バスメイトではありましたけれどもシーバスのガイドで言うともうお店始めて2年ぐらいで始めてましたからシーバスのガイドも38年、はいはいはい、それから GT も、35年ぐらい前にはもう釣ってて、それから久米島もそれから10年ぐらい行ってましたからもう30年ぐらい前には久米島のジギングもやってました。その時もまだ P ラインなくてナイロンラインで久米島のキハダ釣ってましたね。そうそう、はい、キハダを何ポンドぐらい。やっぱりあれですね、16ポンド20ポンドですね。30ポンドになっちゃうともう8号ですから、もうジグ沈めたくても沈まないですよね。まあ、そういう時代から出て、はい、やっぱりその何ポンドで、まあ、何キロの魚を釣るっていうのがそうです、ね、この、IGFA のレギュレーションになってきますから。でちなみに今持ってらっしゃる記録ってどんな記録。今はね僕自身の記録っていうのはほとんどこう塗り替えられてしまって、はい、今自体はノンタイトルですけれどもかつてはまあ平鈴木 の、はい、16コンテストラインのワールドレコードも持ってますし、シーバスも2、3個持ってたかな、はい、それからバスの6ポンドテストラインのワールドレコードも取りましたね。ほうほう、それちなみに、バカラックで取ったんですけど 5.25キロかな。 5.25、12ポンドぐらいですかね。そうですね、6ポンドテストラインで6ポンドテストラインで、そうですね、でバカラックに行って取ったんですよ、ね、はいはいはい、はいはい、行ってらっしゃいましたもんね。あと今現在持ってるレコードとしてはヒラマサの、トータルレコードワールドレコードのレングスレコードほう、あ長さ、ワールドレコードのレングス長さの、長さの、要は基本的に魚を釣ったらその魚はまあ、丘の上に上げて重さを測らないと記録認定されないんですよ。そうするとみんな結局貴重な記録業を殺すことになっちゃうんで、それでオールタックルの中で、レングスレコードっていうのができたんですよね。なるほど。砂長で133センチですかね。全長でいくと143、4センチあったと思うんですけど。それで重さ的にはどれぐらい。重さ的にはね、大体25キロぐらいだと。平正25キロ。はい。それを一応8号タックルですね。それどこで。それは九州です。九州で。はい。いるんですね。限界で釣りましたけど。ヒラマサの20キロアップっていうのを4本取ってるんですけど、結局そのワールドレコードレングスを狙いたいということで、その今ヒラマサ15タックルとか場合によっては12号ぐらいまで使うんですけど、その記録を取ろうと思うと10号だと記録にならないんですよ。なるほど。なぜかというと、JGFA、IGFA の記録はオールタックルだから、カテゴリーが言ってみればその最大クラスでも130ポンドまでなんですよ、はいはいはい、今のラインってすごく性能が高いんで10号で150本ある。なるほど。でもう記録を超えちゃうんですね。ですから8号タックルでその
一応取ったってことで、はい。ってことは、はい、今、狙えそうな記録って何ですか？いや結構ねいろいろあります。で実は先日なんかおっしゃったじゃないですか。そうなんです。月曜日というかもう本当に、今週なんですけども、はいはいはい、東京湾出まして、はい、娘とうちの奥さんと連れて、シバスを釣りましょうということで出たんですけども、はい、すごいスーパーボイルしてて、そこへトップウォーターを娘が入れたら、はい、ドーンって食ったのがですね、結果的に7キロ500のブリというかバラサだったんですよ、はいはい、で P1.2 号で1.2号、大体20ポンドテストクラスなんですけども、今16 と、その30はあの記録があるんですよ。でも両方とも3キロ5キロだから、はい、でその7キロ500って20ポンドのクラスは、日本記録なんですよ、はあはあ、ところがブリは日本固有の魚なんで同時にワールドレコードなんですよ。で見事釣り上げたんですよ。で iPhone 片手に動画も全部撮ってたつもりでフォースを足で操りつつ、エンジンを右手で動かしつつ、左手にあの iPhone で動画撮ったと思って、上がったと思ったら、はいはい、本人はその時点でもう動画も撮ったと思ったんですよ。よし、じゃああとは魚持ちと魚測って、どうする、逃がす、どうするって話したら、逃がしたいって言うんで、じゃあ殺しちゃいけないって言うんで、フィッシュグリップに掴んで入れようと思ったら、尻尾がポンと当たったんですよ。くるっと1回で巻いてジョボンと逃げちゃって結局ワールドレコードは写真も1枚も残らず、海に帰ってきました。幻の幻のワールドレコード、なるほどな、びっくりですけどね。20ポンドの20ポンド 1.2号、 1.2 号ですね。 1.2 号で7キロ、はい、まあ6キロ、はい、7キロ釣ったら世界記録に。そうですね、今はベーキャットなんで、逆に言うと釣れば女性の方はワールドレコード。へえ、なるほど、はいはい、ですから結構こう、ね、あの男か女かっていうのはあるんですもありますし、ラインクラスもあるんですよ。なるほど。その他にその全てのカテゴリーを合わせたオールタックルっていうのもあって、まあ、JGFA、IGFA のまあ精神っていうのは、まあ、一つ釣りをスポーツとして扱いましょうということで、そのルールにのっとったあのみんなが共通のルールでちゃんと戦いましょうよと。でちゃんとあの申請するときにはあの、申請用紙に宣誓して、 はい、あとはその現任者とウェイマスターって言って測ったときにその測った人も別にいないとダメなんですよ。なるほど、はい。だからその非常にこうその辺が厳格で、例えばあのアメリカの議会で、宣誓したにもかかわらず、偽証なんかしたりするともう大統領の職を追われると、ウォーターゲートなんかもそうですけど、だからその神に誓って自分は誓いますよっていうことなん で、 なるほど。でそういう意味ではその厳正なスポーツフィッシングというか、まあそうですね、やっぱりそのワールドレコードってちょっと夢もありますし、夢ありますね、ぜひねこの釣り中企画の中でなんか、はい、ワールドレコードを狙えという企画が、次から始めたいできると思います。そのためにはまずあの JGFA に参加していただいて、分かりました。で参加するとこうそれの申請資格ができます。わ、はい、かりました。でじゃ あとは概要欄の方にね、はい、参加資格のホームページ貼り付けておきますので、はい、そうですね、ちょっと全員あのあれですね、あのみんな入ってですね、はい、ちょっと狙ってみたいかなと思います。はい、はい、じゃあということで詳しい話はまあそういうことなんですけども、じゃ あ、 あのせっかくなんでこのお店の中をですね、はい、いろいろえぐらせていただきたいと思います。はい、ありがとう。風呂は得意でしたね。ですね、うん、で僕アンフォローしか作ってないですけど、あで、なるほどなるほど。新井くんはなかなかすごいですね。なかなかないですね。これって、あ、手が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 、手